ラジオ、ペンギンと出版。皆さん、本日も、堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。ドゥーン、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 ゥーン,ゥーン,ゥーンまたですよ。<laughs> またやってきましたね。味を締めてじゃないですけど、はい。えっと、はい。なんていうんですかね。信じられないことが起こってですね、はい、あの、まあ、映画の24って、映画だドラマか。ドラマで24って流行ったじゃないですか。24。 24時間で、はい、そう、あの、1時間ごとにドラマを作っていって、はい、24時間でいろんなことが起こるみたいなことがあってですね。うん、はい。で、これを、アシカさんに話して、意味がわかるかなっていうのをちょっと問いたいなと思って。はい、おー、なるほど。俺もなんかその、昨日、えっ、ー、と、これ収録時点は金曜日です。はい。で、 木曜日の話です大体、うん、水木にかけてぐらいの話です。はい、せっかくには24時間じゃなくてもうちょいあるんですけど30時間ぐらいあると思うんですけどその時の話なんですけど、はい、えっと俺 月末最終日でさ、はい、カフェにこもってめちゃくちゃ原稿書いてたじゃないですか。<laughs> うんうん、その横で流れてくるものがカオスすぎて、<laughs> なんだこれはと。はい、なんだろう、なんなんだと。もうなんなんだっていうので、アシカさんに言いたくてしょうがなかった <laughs> <laughs> で、はい、まぁあ,あのね、うん、ちょっとこの、アシカさんにこの時系列を話しながら、はい、えーっと、この、どうしたらいいのかと僕は。どうしたらいい ああ僕はこれを見て何を思えばいいんだろう。<laughs> <あ>こんな時は会いたくて、会いたくて、会いたくて、君に会いたくて、また明日を待ってるっていう感じなんですよ。はい、で、やっぱり、うん、あのー、本人は聞かないと思うんですけど、うんまあ、ある種セロンに対してですよ、本人以外の、はいまあ。本人聞いてたら本人にも言いたいことはあるんですけど、うん まあ、セロンに対してですね何、はい、か言った方がいいのかなみたいなねちょっと乗り,か <laughs> 乗りかかっちゃった船なんで前のが回ったからやるわけじゃないんですよ。本当ですよ。<laughs> ね、本当かな本当です <laughs> いやもうちょっとそういう感じで話したいんですけど、はい、えっとまず我々のスタンスとして、はいえー、中立というわけではないんですよ。 ほうなんかねコメントで中立だと思ったら中立じゃないとか、うん、いやこれは中立だとかそういう感じの方いると思うんですけどはい、はい、僕中立ってものはこの世にないと思っててな<ー>、うん、なるほどなんかその分かんないですけど、うん、小麦派と米派について争ってると、はい、でその中立だってした人は両方食うと。 そうみんな中立に見えるんですけど苦手な小麦食品もあるわけですよ。そうかなんかパサパサするパンとか嫌なんですよ。苦手な米の。苦手な米もあるわけですよ。だから中立ではないみたいなどっちかいうと米の方が好きだけどパンが嫌いなわけでもないしみたいなそういうふうになってくるわけですよ。気分とかもね。うんあそう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 。なんでひまそらさんと折口さんで言うと僕は。 どっちかっていうとひまそらさん寄りなんだと思うけどひまそらさんもうちょいちょっと落ち着いてくれよとか <laughs> そこやんなくていいんじゃないかっていう意見は結構ちょこちょこあったりするわけですよ。はあはあ、で堀口さんサイドで言うと共感はできるのね、うん、若,者若い時の自分として。ただ今やってることは100%間違ってるんですよ。<お>もう100%違うっていう感じだからこっから変えてこうよっていう感じなんですよ。中立 なのか中立じゃないのかっていうと僕もわからないですね、うん、これは確かに難しいですねなんで中立かどうかっていうふうに言われても、はい、いや俺は中立だから公平だとかいうこともできないし、うん、でも中立じゃないんですよと偏ってますよと自分で言うもんでもなくて、うん、まあこういう感じの意見の人がいるよってぐらいの、ね、確かにまあ聞いた方が判断していただくのもいいんじゃないかうんうんうん 本当、ね、今複雑なんで世の中が勝率っていうのがなかなかないんですよそっか今猪木派馬場派とかそういう感じになんないでしょ確かにね何派があるのパルレスはまあインディーもありますからねインディー派東京女子派とかね、はい、そうですね<の> DDT 派とかねはいはい、はいはい、DDT はちょっとコミカルなんだよね足利うん、うん、さんは もともとは馬場派だったんですけど鈴木軍だけど鈴木軍亡くなっちゃったでしょ亡くなりましたねでもやっぱり新日本も面白いし馬場派が新日本見てるのかとかでも言われる時代ではなくなりましたよねメイちゃんでしょ鈴河メイちゃんでしょバレましたか知ってんですよドロップキックされたいって顔変えてどうでもいいんはい次いきますよで十四時間大体24時間の間に起こったことでまず堀口さんが初めてほぼ 僕知る限り初めて、うん、勝ったーとひまそらに勝ちましたとひまそら茜に勝ちました、はい、完全勝訴ですっていう雄たけびをあげたわけですよ。雄、はい、たけびはあのーえー、っとこれかってちょっともうちょい前だったかもしれないですけど雄たけびをあげて、はいえー、つまりひまそらさんが名誉感情侵害っていう、まあ、侮辱罪に当たるやつです。それ侮辱にあたる、うん、名誉毀損よりも、はい まあ、重さ的にはワンランク落ちるやつですね。で、えー、提訴してた裁判があるんですけど、はい、それで、えー、一応暇まさ,らさんの訴えは退けられて、うんえー、訴えられた側の、はい、被告側の堀口さんの完全勝訴という判決が出たんですよ。あ、えー、そうなんですね。これまさ、あ、に24じゃなくて48かもしれないですねもうまあ細かいことはいいです、ね、堀口さん勝ったというふうに、はい ノートに書いて完全勝訴しましたイエーイって感じでまた負けたひまそらみたいな感じでなるかと思いきや意外とそうもなってなくてあの堀口さんは対ひまそら決戦兵器彼女なわけですよ最終兵器彼女みたいになしたねはいあ高橋慎によってですねもともと漫画の 悪のっていうか、まあ、あっちからすると悪、うん、まあめちゃくちゃ強いめちゃくちゃ剛腕の6億持ってるひまそらさんに対して突っ込む弾道核 <laughs>、はい、弾頭みたいなやつやむするに、ねうん、それで突っ込んで勝っ,勝ったわけですよ勝ったっていうか勝ってないんですけど防いだっていう感じなんですけどああああ負けなかった。 うん、あのまそらさんが裁判に負けるということが、うんえー、その敵対する人って言っ一番嬉しいことで「え<う>ー負けた」ってなるわけですよ。うんうん、もなんないんですよなんかしんないけど。なんでだろうだうそっからしてわけわかんないでしょ。うん、でなんか神原弁護士がついてるんですけど、うん、勝った時は正義は勝つみたいにツイートするらしいんですよね。へ<ー>今回してないみたいで。はいはい、堀口さんだけがわーっと言ってて、はい って感じで,、うん、で裁判の,その判決文が出て、はい、堀口さんが貼ったから分かるんですけどうん何ていうかなその結構議論を呼ぶというかですねそ<う>まあだから暇らさんはまあその訴えは全然ダメだし話になんないから棄、うん、却棄却棄却ね、うん、とかじゃなくて、うん、確かに堀口さんの言ってることは。 名誉感情侵害にあたると思うんだけど、うん、島沢さんもその後いっぱい言い返してるからなんか「お会いこう」みたいなそれでいいんかと、うんうん、なんかそれはそのなんていうのかな弁護士の先生高橋先生とか裕一郎先生とかが言ってるのは、はい、えっとそれはその訴えた時点での話であって その後言い返したことはまた別の訴訟でやるべきなんじゃないかとかね<ー>、うん、なんかそのなんていうのかなそのおあいこですっていうふうに訴えの中に入ってないことを持ってきて、うん、勝手に判断するみたいなちょっと変じゃないかなみたいな意見が結構相次いで。うんうん でも堀口さんの言ったことはそれは名誉感情侵害がなきダメですよとは言ってるんですよ。だ総裁しますみたいな感じなんでね。あああいうことはなくて。だ完全勝訴みたいな。はてなみたいな感じではあるんですよ。これ地裁の判決なんでえと地裁っていうのはまあ割と新人の裁判官がやったりとかねまあそこはゴールの裁判官もいるだろうしもっと優秀な人はどんどん、あ。のー 高裁に高,高等裁判所とかね、はい、そういうふうに上がってくるらしいんですよ、うん、で僕のあの同級生大学の同級生の裁判官は、はい、えっとね今調べたらなんかちまだ地裁っぽいですね40代だから。でこの人たちは間違いなく優秀なんで、はい、東大法学部で結構成績も優秀だった人たちなんで。うん えとだから、まだいかねえんだなと思ってね、40はまだ若そうなんですかね、ちょっと分かんないんですけど、まだ慣れてもないというか、うんあと、この名誉毀損って名誉感情侵害、要するに、ネットで悪口言われましたっていいっていうのは、うん、もう面倒くさい人もいいんじゃないですかね、もうネットやんないから、理解するのにまず時間かかる、その弁護士の友達は LINE も入れてねって言って、入れらんないのかもしれない。 あなんか情報が漏れないようにしなきゃいけないとかあるんですよ。でメアドじゃあ交換して,えなてい卒業前にねさ、うん塩はもうビッグローブしか使えんみたいな,なんかビッグローブの、えー、<laughs> メアドをそばって送ったことないけど <laughs> <laughs> 決まっているんだなそうそうだから当然 SNS とかもやんないしピンとこないとこもあるのかもしれないですよね。うん 暇らさんがやっぱあんまりよくは見えなかったとかもあるかもしれないし暇らさんネットの達人でありオタクだから裁判官とは遠い人種なわけだよねよく分かんねえなみたいなのもあったかもしれない。というわけで判決は出たけどちょっとすっきりしない感じもあるけど堀口さんはもう勝ちましたって言ってて暇らさんはどういう反応したかというとぐぬぬぬ訴えるなんで控訴してやるとっていうかと思いきや。 うん、なるほどこういう判断出ましたかと、まあ、裁判水物なんでねというようなことは常々言ってるんですけど控訴するかどうかは弁護団と相談の上決めますと負けたから訴えかしますってことはしません、うん、結構冷静なんですねそう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 ,うん、うん、ただ僕これうまいなと思ったのは、はい、堀口さんはやっぱ目の前のものに飛びついちゃうんで、はい、勝ったーとうわーって言って、うん、これで全力で喜んでいるわけですよ、はい、で下沢さんはそれまあ一回負け姿勢は取ってるわけですようん、うん、ね 俺は負けてない訴え返すとかじゃなくてなるほどとそうなったかとまあ一応まあんだろう受け入れてるように見えるとねでまあ負けを受け入れるかもしれませんとちょっと相談して消えますねと非常に大人な感じなわけですで俺は多分次の日になんかあるなと思ったんですよっていうのはまず堀口さんが裁判に勝ったということに と同調して、同調してどっかのメディアがひまそらさん叩くあのニュースを流したりとか。っていうことが、大昴生っていう有名なやつがあるんですけど、今まで大昴生は2回怒られたんですけど <laughs>、僕結構しゃれになんない大昴生で、1回目は NHK の取材のやつ漏れたやつ知ってます あなんかかありまままししたたねまあこれどっかでまた話します、はい、俺も調べないとはっきり思い出せないんで、うん、まあ結構メディア総出で潰しにくるみたいな大攻勢っていうのがある2回は行われてて、うん、2>, で2回目はあのアニメートへの脅迫ですね、うんあはい、と,、えー、と書類送検されてますよっていう、うんね、で3回目かと思いいう可能性があったんですよ。はい、で、まあ、要するに今まは敗訴しましたと。うん はいそしてこっちが正ししいです、うん、しかも暇まらさんはこんなこともしてますみたいなことをやらかすのかなと、うんはい、で多分暇まさんも警戒してたんですけどうん、うん、で次の日様子を見てたと思うんですよ、うん、昼過ぎ3時4時ぐらいまで,、うん、でそどうもなさそうだなと感じたんでしょうね、うん、構成は、うんはい、でそこで俺の防御のターンは終わったと思って攻めに入るんです何 <laughs> <laughs> ていうのかな暇まらさんは戦略の天才とかいうふうに、ん、う 誰が言ってんだか本人が言ってたんだか人が言ってんだか忘れましたけど、はい、自分かな <laughs> <laughs> 戦術と戦争の天才だっけなんかそんなこと言ってたんですよ。はいまあ、でそれ自体はそんな大したこと言ってないんですけど、うん、まあそれに対して堀口さんが何言ってこの書き手の頭の悪さが分かる文章だなみたいなことを言ったんですよ。はあはあ、それが 二人のの出会いなんですけどそ頭の悪さが分かるとかなんかもう一点について、うん、え名誉感情侵害で提訴してたんですよね。はい、でそれが通らなかったと、うんうん、という話なんですよ。うんうん、でまあそ,それはさておき、えー、と戦略守ってたわけですよ。はい、これサッカーと全く一緒でお<う>サッカーって攻めと守りじゃないんですよ。 ははいい確かにあの野球攻撃的サッカーとかいっちゃだめなんですよもうそんなものはないんですよ攻撃的サッカーじゃなくて攻めの局面と守りの局面をどう処理するかそれは両方あるわけだからそれはそうなんですよね時間軸によって変わってくるそうでかつ守備から攻めに変わるポジティブトランジションっていうのと守りから攻めに変わるネガティブトランジションをどう するかとそこは陣形が崩れるんで不安定なんだよね。うんうん、確かにだか攻められ攻めやすいとも言えるし、うん、守りづらいとも言えるし、うんうん、そこが一番スコアが動くとこなんですよそこ結構楽しみに見てるっていうところもありますよね。うん、でひまそらさんはそこがめちゃくちゃうまいですね。ねお<ー>勝った後も兜のを引き締めて、はい、僕は皆さんのカンパで戦ってるんで、うん、皆さんの期待になるだけ向けることができるように頑張りますみたいなちょっと、うん。うん 一瞬いい子ちゃんになっったたりとかするの勝った後ね <laughs> で負けた後も、はい、その素直に受けたりして、うん、あんまギャーギャーしないで,、うん、でまず相手に相手側がギャーって全部言うまでやるんですよ、うん、そこで反撃の一手をポンって置いたりするんだけど<ー>この一手が強烈な一手だったんですよ <laughs> だこれここからカオスになっていくんですけど、はい、えとタクシーのパンダは分かります分かんないです タキシードパンダもしないで、どうやって、どうやって生きてきたんですか。本当ですよ。そう。もう、ローソンセブンイレブン、タキシードパンダでしょ。マジか。<laughs> 3本の指入ってんだ。入っちゃいますね。もう、AMPM とかに上行っちゃってます懐かしい。うん、タキシードパンダというものを、正確に説明するのは結構難しいんですけど、はい、ぶっちゃけちゃうと、うん、ほぼ99%、堀口秀俊さんの裏垢なんですよ。 ああ <laughs> ねそういうこと裏アなんですよ、はい、で、えっと、堀口さんは違うって言ってるんだけど本人は違うとで堀口さんあとイギリスに今いて、うん、学業をやってますとかイギリスに住んでいて裁判の時だけ飛行機で戻ってきてますって言ってるんですよ、はいうん、イギリス設定っていうんですけど <laughs> でこれも、はい、これも裏アの話も、はい、まあ普通に この年齢生きてきた人間が見れば、一目で嘘ってわかる。だけど、本人は違うって言ってるから、嘘って言うと、紛争になるじゃないですか。そうですね。嘘じゃない。嘘だろう。で、それで争いになるから、面倒くさいわけですよ。なんで、なんで、そのみんな。別人だよなと。別人なんだけど、別人のタキパンがこんなこと言ってたよねとか、そういう扱いをしてたんですよ。 あそううか逆かか逆嘘だだっっって言ってるだろうって言るろことましたでなんでっで、はい、そもそもタキパンが別人だというふうに堀口さんが言い出したかというと、うんえー、堀口さんカンパを集めたんですよ対ひまそら裁判でカンパを集めておおむねなんかちょっと金額忘れましたけど確か60万とかそのぐらい集まっただろうみたいな話になってそしたらその。 まあ裏垢本人は否定まだ否定してるから諦めたから分かんないですけど、はい、その炊きパンがえとま,あまとまった収入が入ったんでシンガポール行ってベトナム人を買ってきますみたいなちょっと危ねえことをつぶやいたんですよはい、はい、要するに買春の売春ですね、はい、売買春のね、うん、するみたいなことをタキシードパンダがつぶやいたわけですよ、はあ、すると 堀口さんとタクシードパンダがもし同一人物だということを堀口さんが認めたら、うんうん、堀口さんがいただいたカンパを使って、うん、あの、ちょっと性風俗的な旅行に行ったことになっちゃうじゃないですか。ますね、なっちゃうじゃないですか。はい、なので、堀口さんは俺じゃないと。うん、あれはハッカーだと。 ハッカーが成りすましをしてるんだっていうことにしたわけですよ。はいはい、で、本に堀口さんはハッカーが成りすまししてるって言うから、ついてきてます大丈夫ですか大丈夫です <laughs>、ま。もっとややこしいですから、ね。<laughs> 成りすまししてるって言ってるから、はい、えっと、周りの時事系ユーチューバーとかは、大前提別人なのでそこを気をつけてくださいとか、同定してしまうと名誉毀損されるかもしれないと気をつけてくださいと、はい、リーガルラインにお気をつけくださいとか言って言うわけですよ。はい、ね。はいうん だから、ひまそらさんも大前提、別人だけど、うん、堀口さんはこうですねと、うん、別人の話ですけど、タキシードパンダはこういうこと言ってましたねみたいなこと言ってたんですよ。うんうん、いいで、堀口さんはひまそらさんに対する裁判に対して、うん、あるいは裁判外でもノートとかで、うんはい 暇らさんは本当に誹謗中傷がひどいみたいなことを言うわけですよで。それは全然私と別人の成りすましのタキシードパンダをあたかも自分だというようなふうに話を進めてくると <laughs> はい、はい、これはひどいみたいなことを確か裁判でも言ってるんですよ、うん、そうなんだそういうひどい人物なんでみたいなことをまあその言ってるわけですよ、はい、だけどもし本人だとしたらうついたことになりますよね、うん、そうですね どうしますか、足利さんなら。え本人だって認めちゃうと、い,いろんなことが収集がつかないんだけど、ねはい、いやもうでも、一回嘘ついちゃったら、もう嘘を突き通すすしかないですよねそうですよね、はい、そこで暇沢さんが出した一手がそこなんですよ、タキシードパンダのアカウントがですね、はい、今日ワクチン打ってきたっていうふうに、ワクチンの,その接種証明書みたいに出してて、うんうん、そこに堀口日しって書いてあるんですよ。 あのあそ,その手の、<laughs> はい、もう、なんていうのかな、あの、えっ、ー、と、こういうものもらいましたと、はい、ね、はい、表では書かないですけど、みたいな感じで、裏赤で、鍵、はい、赤でね、載、はい、せたものと、はいはい 同じ本本棚が堀口さんの本学科にも落ちたりすするわけですよはあ、はあ、全く同じ本が同じ順番で並んでいる同じような部屋の写真が載ってたりとかするわけですよ。はいはい、それは <laughs> あるいはですね <laughs> 堀口さんの部屋の中で堀口さん宛ての荷物が届いた時の「堀口ずつ」って書いてあるんていうの届けた時の,あのペロンって紙あるじゃないですか。みみたいな伝票みたいな、はいななが映ってたりする。<laughs> <laughs> 俺口君やばいよと家の中にサッカーが入り込んでるよと <laughs> さあどうするとでそれが出るとる、はい、結局嘘の上に作ってきた、うん、嘘で今まさらさんを倒そうとしてことになるわけですよはい、はい、で嘘は認めるわけにはいかないんだけど、うんまあ、みんな99%裏アカってしてたんですよ <laughs> だけどそ,のそれが100%はできないんだけど、はい 99.99999999% 99 99 99 99ぐらい本人なんですよ。はい、<laughs> で、もう双子が一緒に住んでるとか、全く同姓同名で似た人が住んでるとか、でも本当は生で一緒にはならないですよね。うんだ完全にハッキングされてるとか、はいはい、完全な二重人格とか、うん、なんかもうあの、SF になってくるわけですよね。一般重視で考えたら本人なんですよ。っていうのが。はい えとジャブとして3つぐらいツイッターに出されたんですよ<う>でこのあと21時からライブでもっと詳しくやりますって言ってお祭りになってしまってですね、はい、そしたらですねこっからついてきてこはついてきましす,、ね、す。大丈夫ですそしたらちょっと堀口さんが暴れ始めてですね、はい、えっともう消えちゃったんですけど通報されて自殺を示唆するようなことを言ったりとか。お あのまあ誰とは言わない誰かが試験になればいいのにと書いたりとか、こうパソコンが破壊されたと。なんで破壊されたかわかります？破壊された。そう。え？自分でやってそういうことなんです。<laughs> そういうことなんです。でそれでひまそらさんが即警察に通報したんですよ、はい。はい、もうひまそらさんと戦っちゃいけない理由の一つに警察に、はい。はい 所轄の警察署にすでにこういう人物が住んでてよく自殺未遂をやったりパ破壊行為を行ったりしてるんで何、はい、かあった時はすぐ駆けつけて身柄を確保してくださいって話を通してある <laughs> 恐ろしい <laughs> で刑事の方でもやっててこういうことやってるって全部話を通してるんで、はい、すぐ連絡して警察が向かったと思われるとみんなもう通報しなくていいですよって言って書ってて、はい、ね で、警察がどうなったか正直わかんないんです。わかんないですね。で、その後、えー、7時半とかそのかやったかな。うん、で俺が原稿ちょうど終わった頃なんですけど。はい。なんか落ち着きましたと。はい。パソコンは、ちょっとセリフの時系列ちょっと曖昧なんですけど、はい、なんかパソコンは水没したらしいです、はい、水没です。破壊ではなくて。破壊と水没。破壊水没。え わ <laughs> かんないでしょうも。わかんない。破壊した後に水没なのかな。うんうん、はい。あのガトツっていうのがあってですね。はい。これも堀口さん言われると怒るんで、はい、まああんま揶揄している風は言いたくないんですけど、はい、まあガトツという技があってですね。おお。ルルーニケンシン知ってます？見てないです。<laughs> ルルニケンシンみたいで何を見てきたんじゃん <laughs> もう。 あのルーニ剣信の七巻かなんかで剣信っていうのは幕末を生きた剣客なんですけど、はい、同じ幕末を戦った新選組三番隊組長藤斎藤一っていう人が出てきて、はい、戦いのシーンがあるわけですよ。斎、うん、藤一はガトツって言って牙がつくっていうふうに書いて、はい、まあ強烈な片手突きですよね、はい、片手突きで一発で相手を仕留めるみたいな剣客なんですよ。 で堀口さんはなんか揉めたりすると、はい、パソコンの画面にナイフを突き刺す、ガトツという技を使ってですね、<laughs> ガトツ1式からなんか4式ぐらいまであるらしいです。そういう意味か。うん。ちなみに、ね、今回のなんか水の呼吸1の方って名付けられたらしいんですけど。なんかよく。いや、すごいですね。もう。もうね思いつきますね。もうわかんないでしょ、もう。う,そうすごいな。 ネーミングセンス。戦っちゃダメなしてとね、もう集合地でやってるからね。すげえ。すぐあの、猫ミーム、猫ミーム分かります分からない。猫ミーム分かんねえのか。猫ミームは、猫が、ニャン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 、ニャンああ、ああみたいな、そういう音と、猫が覆ってるのが、要するに、猫のちょっと可愛いい、変わった動きが、周り切り抜いてあって、 <で>はい、そこだけけ貼り付けて使えるんですよ<う>それで動画を作るのが流行ってるんです猫ミームってへ<ー>これも子供に聞いたんですけどフリーなんですかいや分からないでも多分フリーだろうね<ー>その猫ミームで猫がバシバシぶってるやつがあるんだけど、はい、で猫がそのお風呂の縁でパソコンバシバシ殴って <laughs> パソコンがお風呂に落ちるショート動画がすぐ作られたりとか爆笑,す<ごい><笑>ですねそのねで、はい、えっとそれで堀口さんはもう死にますと。 こんな誹謗中傷、名誉毀損ばっかりじゃくるのは耐えられない、うん、死にますっていう,ようなことをノートに書いて、ノートのつぶやきに書いて、たぶ、うん、ぶはい、X はブロ,ックあのロックされたのかもしれないですね、通報多くてね。うんうん、で、えーでえー、っとですね、そこまで行って、なんか堀口さんは朝になって、パソコンを買いに行ったんですよ、はい、壊れたから。はい、からまあ 一般論ですけど、カンパ募集して裁判やってる人がパソコン壊しちゃだめだと思。だめですねっら。っか、そもそもパソコン壊しちゃだめですよ。で、まあ、今回に関しては壊れてない可能性もあって、写真がアップされてないから。おお、言ってるだけの可能性があるってことですか。あないんでで何回目だかわかけど本当にあの ナイフが刺さってるガトツ画像っていう衝撃の画像があって見たことないですよパソコンにナイフが刺さってるでなんかね普通に刺しても刺さんないからし、ね、刺し方難しいらしいどうやって刺すんだろう <laughs> ね <laughs> 使うきっかけはあの機会はないけど教えてほしいですどうやって突っ込むのかもうなんかあのちょっと良くないんですよまあはいそ,<の>そうですね死ぬって言ったり物壊したとか言って暴力的な感じで暴れるのはやっぱり良くなくてうん、うんうん そもそも嘘だったなら嘘でしたすみませんと言うべきもうもう終局につまりひまそらさんに一時的一審の判決であっても勝つというものをしたことでひまそらさんも一瞬不利になるわけですよそうですねそれは負けるような裁判を仕掛けていると名誉感情侵害っていうのはまあ本当に 名誉毀損にはならないけど俺はムカついたからみたいなやつなんで、うん、あのムカついたから訴えるっていうのはスラップ訴訟って言われることもあるんですよ、はあ、まあ数も出してないからスラップとはやれないと思うんですけど、うん、まあ批判する側は暇らスラップやって負けたとか言うと思うんですよ批判するっていうかカルピスわかりますなんか全然わからないけどそういうのがあるんですよね。 まあこれは僕はすごく邪悪なやつだと思ってるんですけど堀口さんは僕は名前も出して顔も出して晒してるから嘘つきって映えたら自分が傷つくじゃないですかだからリスクもあるんですけどカルピス軍団全員匿名で名前も見たような感じでまあなんか文句ばっか言ってますね僕らも文句言われる日が来ますよ全部ブロックしてるけど俺はああなるほどね しょうもないとすねカルピス軍団に関してはねカルピス軍団が堀口さん煽ってるという説もあってもしそうならあんま良くないですよねやっぱね人を煽ってあんなとんでもない人と戦わせるべきじゃないんでじゃあお前がやれよって話なんですよそうですねお前が戦えよって話になるわけでまあそういうわけでですね堀口さんを追い詰められて被害者仕草をずっとやってきたんですよこれまでね自分はちゃんとしてるのに 学生は嘘だとか言われたりタクシードパンダと同一人物だと言われて自分はあの東南アジアで何変態行為をしてるみたいなことを言われると <laughs>、はい、こんな屈辱には耐えられませんみたいに言ってたんだけど、はい、だこれはもう非常にあの言い方が難しくて、はい、あのリーガルラインっていうのが言われてるのがあるんですけど全然気にしてないですよ。 やるなら、じゃあうちの弁護士ついてるんで、はい、やりましょうってだけなんですよ。まあそうですね。すっげえ先生に嫌な顔されると思うけどね。何 <laughs> <laughs> ですかもう。何これとか。<laughs> <laughs> こういうくだらないのやめてくださいよ、みたいに言われると思うけど、でもなんか、訴状来ちゃったんで先生すいません、と。来ちゃったんでってね。<laughs> 普通の弁護士はあんま名誉毀損とか、開示とかやんないんだって。 そうなんですねそういうのばっかやってるパカパカ弁護士っていうのがいるらしいんです士パカ弁っていうらしいんですき今日知ったんですけど。パカ弁パカ弁でパカ弁界隈っていうのがあって。もうだからパカ弁界隈も結構あのしんどそうな世界なんですいだから面白いそういうレベルの低い開示がどうのとか、そんなクのト来ると。 普通の先生はびっくりするんだろうね。何これと。これで訴えてんのうちも被害額大きく見積もった300万とか言ってさ、言ったじゃん先生に。言いましたね。そんだけしかないのって言われたもん言いましたね。それだけそれは訴えないほうがいいよ、余計面倒くさくなるから。そんだけでしょっつって。ね。そんなもんでしょみたいなね、言い方してましたもんね。暇沢さんは戦略的に使ったりしてんだけど、堀口さんはその。 安い額で名誉感情侵害で訴えたら僕は失敗だと思うんですよ。うんうん、だって勝ったってどうってことはないし売り口さんが悪口言いましたとウキャーってだけじゃないですか。うんうん、でまあわかんないけど5万円プラス、まあ、2, かに2個言ってたら、まあ、5万円かけるんで10万円と弁護士費用5万円で15万円払えとかさ、はい、もう本当どうでもいい裁判だでも、はい。 っていうのは、暇、うん、沢さんも実は分かったと思うんですよ、途中で。これをどういう判断で暇沢さんがしたか分かんないですけど、うん、だいぶ混み合ってきたでしょ。この訴えは、はい、訴えの変更が希望されたんですよ。訴える変更訴えの変更っていう、はい、えっとこれ結構ね、訴訟の,なあの弁護士の手続きの中で面倒くさいタイプのものらしいんですけど。はい まあ例えばですけど僕は足利さんにえと金を騙し取られましたとで訴えたとするじゃないですかねまあ詐欺で詐欺なのかな窃盗でそれをだけじゃなくて窃盗プラスデコピンもされましたとかつモラハラもされましたっていうふうに訴えを変更したいとっていうようなやり方があってどう変更したかっていうのは実は俺 自分で言ってたからうっすら分かってるんですけど訴えの変更っていうのを裁判所に申し立てたんですけどこれは拒否されたんですよ通らなかっただから別訴で別の訴訟でそれはやるらしいんですけど別の案件として新しくやるってことかそう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 だからやってからこれは足りねえなと思ったのか やる前から訴えの変更手続きを使って相手側を混乱させるつもりだったのかそこはもう分からないんですよ多分言わないですよそれ都合悪いからひもそらさんにとってうんなるほどひもそらさんはね実は都合悪いことあるんですよでも絶対言わないんですよあうめえなと思いますよはいそうなんだ戦略ですねそこも多分戦略ってかあれだよねポーカーフェースだよねポーカーやっててあそういうことか あの自分はあの、まあ、ジョーカー弾いた時に「はい、にまー」って笑ったら負けちゃうんですよね, <laughs> ねで堀口さんはそうなのよ。ああそういうことか。島まさんは、はい、きつい時でも言わないし、うん、なんか楽しそうな漫画の話とか失礼するんだよね。うんうん、なるほどねまあきついっていうかきつくないと思あの最高裁って時に比べたらきつくないと思うんだけどって言ってるんだけどやっぱその中で波があるから局面が嫌な瞬間とかやっぱあるわけですよ。ね いろんな人に「わー!」とか言われたら不愉快だしさそれをまあそこは不愉快だというふうにしないんですなるほどねまあいつも通り装っていというか裁判もこうしときはもっとよかったなとかあると思うんですけどそこも言わない言わないはあなるほどそこはね非常にうまくて相手側はカルピスとか堀口さんとかは目の前の事情に対して反射でもうあの なんかスカートでくれたおおみたいなそのそういうレベルの反射をしてるにすぎないので戦略性がちょっとないわけですなるほどね。だから自分の言ったことと過去の過去のことと今のことはそごしないかとかまあ平松さんもよくそごするんですけど意外とあの人人の話聞くからね修正していくんだよねまあある意味柔軟性があるそうだね。そうあの敵側が見えてる像と 違うんですよあ敵側は傲慢で悪口ばっかり言って誹謗中傷して自分の利益ばっかりしか考えない悪の権下みたいにふうに見えてるんですけど実は仲間と協調して、うん、えっとちゃんと感謝の言葉も言えるし、うん、責任感とか仕事やり抜く力もあって、うん、あの義理を果たす人なんですよ。はい、でこう言うと僕はひまそら派かってなるんですけどこれどっちから見てるかだけの話で。うん、確かにね その味方に力道山がいるのか敵に力道山がいるのかみたいな話ですよね全悪は両方あるでしょうかねそうそうそうとにかく存在がでかいからってで訴えの変更ってのがまた別に来るんですけど訴えの変更初めて聞いたこの21時間のライブで「最初からお前いい加減にしろよ」と「死ぬ死ぬ言ってんじゃねえ」と初っぱなから裁判で あの争ってる相手に「うん、俺死ぬ死ぬ」とか言ってやって戻脅しになんねんだとか、うん、確かにしになんねっていうかもうやめろとそういうのは嬉、うん、しいぞとていうかあのね、うん、死ぬ死ぬ死なないはメンヘラの最終、うんまあ、最終到達点って言うじゃないですかわかります分かります,りますでそれでまあ本当にね本当に死ぬタイプの人はそういうしぐさをしないっていうのが有名ん、ね、らしいですね、うん、ポンっていっちゃうってねまあそれでも死死ぬことがあって、うん、死んだ時は えっとこっちがそんなこと言ったことからだろうって言われちゃうんで非常に扱いが難しいんだけど、うん、それを縦にとんだやっぱよくなくてまあ難しいんだけど、ね、難しいですねそこはね、うん、なんでそのちょっと20時間前ぐらいはあんなに喜んでた堀口さんがで、うん、その後卒論前後に卒論っての書いたんですよね。卒論3万字の、はい 「ひまそらあかねはこんなひどいことしてきたんだ」って3万字ぐらい書いて、はい、なんかちゃんと読んでもない弁護士がこれはひどいですねって書いたりとかしてるんですよね。万字まあ普通に卒論の量だよね、うん、俺の卒論3万字だからお<う>まあただこうヒペも多くて文章として読めるもんじゃないですよね。そそううなんですねねら、うん、あかねことみ水原清るわっていうのが、うん 2行に1回出てくるんですよ。ち稼ぎじゃない、ライタしそう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 。もうあの、ライターのあれだったら、即、即、ザーッと削られてやり直しっていう。もうすぐ差し戻しですよ。あれだと SU も引っかかんないね、多分ね。文脈が一緒だからね。はい。で、宇佐美宇佐美さんって人がいるんですよ。うさ美さん。うさみさんって、ガンバ大阪の人ではなくてですね。フリーキック決めたこの。はい。そうではなくてですね。ではなく、はい。 あれあっちの宇佐美さんなんだっけえっと宇佐美隆ああそうだ孝はいじゃなくて、はい、なんだこれ宇佐美紀也さんっていう人がいて知ってます知らないですこ,この人な誰だか知らないんですけどなんか11万もフォロワーいて、うん、なんか有名な人らしくて、えー、本物って書いてあるんですけどもともと何をしてる人なんですかなんかエネルギー再生可能エネルギー会社って書いてあるねうん経営者の何、えー、かあの 要するに有名人だから、うん、あ書いてある、電気第3種電気主任技術者、行政書士試験合格、えー、行政高校東大経済学部経て計あ、計算書、計算書いたんだ、んはいはいはい、でなんかそういうことやって、起業してんのか、これ、制度アナリスト技術者、うん、で、アベマの、ABEMA、はい、とか東京 f m のコメンテーターをやってるのかな。なるほど 30歳、刈谷官僚が最後にどうしても伝えたいことという著書、肩書き捨てたら地獄だった、挫折したこと官僚が教える、頼れない時代の生き方、逃げられない世代っていう人がいて、うん、まあこの人もあの途中から堀口さんにハマっちゃったんですよね、はあ、堀口さんおっちゃんになっちゃったんですけど、はい、面白すぎて、うん。で、宇佐美さんが、もうあの、もう、周りの大人が言ってあげなきゃいけないんだと、はい、ああ、なるほど。もう勇めて、うん もうちゃんと読もうか、えー、っとどっかにある、あま、すげえ流れてるな、<laughs> どこだ、えー、っとこの辺だな、なかなか見つからない、あう堀口俊君秀寿君は、一人二役書面や、はい、えっと管理人がいるから、誹謗中傷サイトを作ったら<ー>、えー、名誉毀損だっけ。えー 個人情報侵害かな、はい、しているサイトを作った某大学批判サイト、はい、前回お話ししてた、そう、はい、うん、を、はい、管理人がやってることなんでって言って、一人一役で乗り切ろうとした書面があるわけですよ、はい、管理人に連絡しますみたいな、はい、そんなの、そんなの経験ある人だったら、はい、まあ99%うそだというふうに思うわけですん。うん だけど、まあ、一応、そうは言ってるから、はい、裁判所も申し立ては聞かなきゃいけないわけですよ、本当だったらどうするんだって話だからね、そうやって、一人ふた焼書面や、はい、どう考えても無理がある英国在住設定に代表されるように、ま <laughs>、はい、に見る嘘つきか嘘つきでかつ強情だから炎上が止まらないのであって、はい、炎上や誹謗中傷を止めたいなら嘘をつくのやめればいいと思うよと、なるほどこれ九96万インプレッションだと、あとは、はい、あのもう一個は。 えー、本当は堀口君の周りにいる大人それこそ神原先生みたいな人が堀口君に正直にまっとうに切ろうって言わなきゃいけないんだと思うよと書いたら、うん、なんてひどい誹謗中傷するんだと<っ>カルピス軍団に言われてるわけですよほ<う>どの辺が誹謗中傷なんですかみたいなね確かに、うん、うんうんね、はい、誹謗中傷これ誹謗も中傷もないと思いますけど、まあ、嘘そついてると、はい、えっとなんだえー、っと嘘つきだと あまれに,に見る嘘つきでかつ強情だと。あそこが誹謗になんう、うん、というまあでも裁判所に嘘ついたらうん、嘘なんだけど、うん、まだ嘘かどうか確定してないわけですよそかそか。そこを宇佐美さんが、はいえっと、この局面でですよグイ、うん、とンと、まあ、11番ワーいるから相当ねいろんな人見るんだと思うんだけどグイーンとかみ込んで、うん、あれ本当嘘つきだからって。 ううみんなが言わずにいた言葉を言ってしまったんですよ。はい、はいはい。バルス。はい、なるほど。うん。ルル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 ル 若干保ちつつ喋ってるんですよ。あれおかしいですね。サッカーいますよ、つって。<laughs> ね。はい。だけど、なぜかし知んないけど、横からふさふさ歩いてきた宇佐美さんが、うん、嘘だから <laughs> <laughs> って言ってしまったと。なるほどね。で、えー、っと、堀口さんは、はい、まあ、それを、それは受けてないんですけど、あんま都合の悪いことは受けないようになってるんで、うん、えっと朝になった新しいパソコン見に行かけないですよと。うん、ね、えー、このまま、 電車,ね、電車を見ればこのまま飛び込めは楽になると思い涙がこぼれてきますというようなことを書いていると。加害者が言葉が頭に浮かんできますと,、うんはい、というような被害者としてのポジションを崩していないというのがこう今の状態で,、はい、で金曜日の21時から続報をやりますとそうなんひまそらさんが、はいえっと、続編やりますと。 炊きパンスペシャルやりますっていうふうに言っていると <laughs>、はい、でこう,こうなると、うん、こうなるとですよ結局あのー、これで面白いなと思ったところと、はい、えっと嘘についてあと2回言いた,言い,たいんですけど、はい、堀口さんが有利だったタイミングっていうのが短時間あったんです、うん、ありましたねでその後、うん、行ってポンって返した後、うん、ずっと主導権を持って、はい、この 時間のうちほとんどはヒマそラさんが有利っぽい雰囲気で流れていくんですよはいはいはあはいはうまいなって思うん時間の使い方がねすれとかずっと見て生きてきた人のやり方だよねああなるほどね局面をこう見極めるというか勘でやってるだけだよって言ってんだけどその勘がやべえんだよって話だったしもし本当に勘だとしたらもうすごいことですよね勘っていうのは勘じゃないんですよ経験に基づく予測なんですよ はいはいはい、はいうん、その人にしかわからないですもんねそうああそれでもわかる気がするかんどんなに勘が鋭い人でも、うんえー、初めてやったマージャンで「チー、うん」地位って言われても全然あのことがさっぱり分かんないですよ「チー」でね、地位って何みたいな、うん、確かに確かに、うん、だから熟練だったら「チー、はい」地位っていうその言い方あれちょっと力んでたかああ この手でテンいはしはいこれが勘なんだよね。これがすごい勘の強い人は強いし、ぼんやりしてる人は何にも気づかないと。泣いたなとかって確かに。そうそう。洞察力とか経験とセットが勘なので、いやー、なるほどな。だから、戦っちゃいけないんですよね。やっぱり最後に、まあ堀口さん聞いてないと思うんですけど、 僕もだから宇佐美さんにねが言うようにいめる側のことを言わなきゃいけないんだなと思ってまあそういう感じのことを言ったわけですよ前の時の趣旨は何があってもこの先どんなにねらいことがあってもどこでも立ち直れるからと言いましたねその前に嘘をつくのやめろってやっぱ裁判所に嘘ついてあのねそもそもい嘘とは何かなんですよ。嘘ってですか 辞書で調べないと分かんないけど僕が思うのは真実ではないこと違うかなそんなこと言ったらさあれよあのアイドル僕のこと好きなんだよねみたいな嘘になっちゃうかそれは嘘というよりは真実じゃないけど嘘じゃないよねうか本当に思ってるんだってなんだで嘘は何かっていうのはその辞書的な定義はさておき嘘を使うという戦略上での意義というのは 嘘っていうのは短期決戦においてのみ力を発揮すると思うんですよだから足利さんにごめん財布落としちゃって1万円貸してって言って1万円もらって逃げて二度と会わなければ嘘は効果あるんだけど財布はあんのに毎回同じこと言ってたら見抜かれるし僕の信頼なくなるじゃないですか今財布開いてよってねさすがににこんなに仲良くても あんのに1 <laughs> 万円貸してって困って言い続けるやつ嫌になるじゃないですかこのようにですね嘘っていうのは、はい、短期の時だけは強いんですよ<ー>で逃げ切っちゃえばいいからかうんそうそうそう、はい、だから語気の強さと嘘で乗り切るっていうのが、はい、結構よく見られる作戦なんですよなるほど、うん、ああでもわかる気がするであのまあ 堀口、あのー、さんとかコラボとかがと直接結びつけるわけじゃないんですけど国家対国家の話でいうと。はい えー、慰安婦問題とか徴用工問題っていうのは、俺、絶対嘘が含まれてると思うし、うん、で後から朝日新聞の記者の嘘だったとかいうのがばれたりしてるわけですよ、だけど、瞬間的に嘘でもついて、うん、瞬間的に逃げ切っちゃえばなんとかなることもあるんですよ、日本政府もそこは気づいて、うん、そこはちゃんとロングの時間取って、しっかりやることにしてるんで、はいはい、ちょっと強くなったんですけど、うんうん、嘘を使疲れた瞬間にひるんじゃうと、結構負けたりするんですよね、うん、なるほどね。うん い触ったんです本当に触ったんですっつって嘘つきは本当にくんですよびっくりするんだよ俺はなんか生粋の嘘つきに掃除してる時教室のなんかそいつがガタンってなんか落としてでかい音したんですよで先生来て「誰だ!」っつったら「こいつです」と「こいつがありました」その先生にめっちゃ怒られて意味が分かんなくて俺いきなり言われてそうだから 本当に、本当の嘘つきって、嘘を平気で言うし、何の躊躇もないから、一瞬得するんですよ。その時怒られないじゃないですか。あ、でもその経験がやっぱあると、ついもう嘘ついちゃうかもしれないそう。あとネットは結構嘘ついた時に、これね、研究の世界、僕や科学研究、理研、これ何分喋ってるこれ。え何分だえっとね、47分。で、まだいけるじうちはロングでやってますから。うちロングやってから。ちょっと休憩時間入れましょうか。 あのね。はい。西のカレーは美味しいですよね。多分リスナーさんが早い話らいいからって、カレーとかいいよ。あの一人ね、エゴサで西河西出版でしたら、あの、僕河西に住んでんだけど、この界隈に、突然西河西出版という謎の会社が現れて、すごく動揺してる。ね。なんなんだこの会社の。ね。やだね。どっかで潰されますわ、我々は。 もう潰されたら、逃げ切りましょう。潰されたらね、この会社潰して北火災出版 <laughs> 場所は同じじゃないか北火災、中火災、あの、南火災。あと東火災。東はい。東西南北ありますから。そこやられたらもう火災臨界公演にしちう。はい。で、なんの話かというと嘘の話なんですけど、はい、まあ、嘘で、やりきるということを、うん、うんはい 得だと思うか損だと思うかなんですけど、うん、僕はめちゃくちゃ弱い戦略だと思ってて戦術だと思ってて、嘘を作る。つまり戦術的ってやつ。うん、戦術っていうのは個々の戦い、うん、ちっちゃい戦いでその組み合わせたのが戦略になっていくわけですよ。 まあさららに言うなら戦術っいうのは選択可能なものなんで、はい、じゃんけんぽんでグーチョキパーどれ出すかが戦術の話なんですよね、うん、じゃあ戦略よりちっちゃいのが戦術なんですかそうそうそう戦術の組み合わせで戦略が決まるんで学問によって定義あると思うんですけど、うん、まああのー、サッカーで言うとこの試合誰をフォワードにするかみたいなのは戦術だよね、うん、そうかで、えー、今年し1年叩くためにどういうフォワード揃えようかみたいなのが戦略だよね、はい、なるほど、うん、なるほどわかりやすい 単位が違うあの大きさが違う、うんはい、わけですよ、うん、で戦術的には嘘ついたら勝てる瞬間もあるわけですよ、確かにだから西川西出版、めっちゃ今、儲かってるんですよと、一緒に仕事しませんかとうん、うん、ただこれ、手付金として15万どうしてもかかっちゃって、ただ月に30万の支払い約束できるんですよと。って言って集めてドローンみたいな、そうすると15万で20人集めて300万入るでしょで、ね。 まあこれただの詐欺なんですけど、ただの詐欺なんですけど、でも、そうすると月の売り上げ300万になるから、瞬間的にはうまくいってです、ねまあ、300万稼ごうと思ったら、そういうやり方があありようと、ちなみに誠実にちゃんと言い過ぎて、全然仕事になんないやつですから。ね 電話やだよね <laughs> <laughs> あとねうちよくねあ,の、はい、あれからファックス来ますよあ、ね、あますね闇金のファックスコレクションしてるんで西葛西出版来たからはね七色の闇金の勧誘文句をぜひ楽しんでいただければと思うんですけど <laughs> 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 えっと <laughs> 短期的には嘘で勝つことはできるわけですよね、はい、なるほどでも長期的にはものすごく弱いんですよは<ー>僕は絶対嘘つかないんです まあ、っていうか僕もバレると思ってるんで基本嘘つかないですねであのー、そうバレるリスクっていうのも当然あるんですけどバレた時まずあのバレないようにするにはうに嘘を重ねるそれなんですよだから嘘つきってめっちゃ頭使ってるんだって、うん、でしょうね脳波、うん、測るとかる中国人の脳を測るとですね、はい、あの中国もはい ハードモードって言われてて中国人が自分で言ってたんだけど中国を生き抜いていくのはすごい大変なわけで就職倍率が3000倍とかあったりすると成功法では勝てないから日本人は電車乗るとき並んでて偉いねとか中国人並ばないとか言うんだけど中国では待ってたら絶対乗れないんだってもうととりあえず乗乗らなないいるしかそういう意味でちょっと性質が違う中国人が嘘つきだとか言うつもりじゃなくてですあ嘘も方便でやらないと生きていけないと。 だからゴーハーめっちゃ使ってんだってでしょうね前の嘘との整合性とのそうなんですよでなんかポロって言っちゃった時に「あれシ利さん昨日そこ行ったって言ったじゃん」って言われたらもう言えないじゃないですかだからもう基本は嘘はやらないですねそうね割れますから僕の僕のレベルだと弱いんですよで僕は物書きする時も絶対嘘つかないようにしてて喋ゃべる時もそうなんですよはい ご存知だと思うんですけど僕書いたものとか喋ったもの全く覚えてないじゃないですかどこで何書いたとか何言ったとか何一つ覚えてないんで、はい、嘘ついちゃうと <laughs> 言ったこととの整合性が取れなくなるそうですね昨日こう言ってただろうって言ってたっけ <laughs> <う>っていうその時の気持ちで嘘ついちゃうと、はい、もう 無理なんですよ。あ、俺香水つけるよ、と。なんか、ルイ・ヴィトンとか、なんかわかんないけど、言ったりするじゃないですか。で、香水なんか興味ないから、何つけてるっけって、風に聞かれたときに、ええシャルドネみたいな。なんか、ってなっちゃうじゃないですか。ルイ・ヴィトンって言ったじゃんってね。ルイ・ヴィトンの香水ないよって言われたりとかね。そういうことはな、わかんない、わかんない、知らないですよ。例えばね。そう、言われたりとか、何とか言われたときに、えっと、 3番とか。<laughs> わかんないけど。<laughs> 言ってみて。<laughs> <laughs> そう。3番っすね。<laughs> で、詳しい人相手に立ち打ちできないんですよ。そうですね。だから僕は、何喋る時も、自分が知らないっていう手を崩さないんですよ。僕なんかサッカー全然詳しくないからさ、という風うに始めるから、うん、その困らないじゃないですか。知らなくても。選手名なんか間違えまくるしさ。確かにね。 黒田ゴだか強しだか。ゴですね。だ。ーだったかな。ゴなんだ。長沢透なんか鉄なのか。そう。そんなのさ、自分がサッカー詳しいって体だと間違えられなくなるしね。確かにな。そうそう。だから僕はノーガードで嘘もつかないっていうふうにしてて、すげえ強いんですよ。おお確かに。言論上。確かに。で、僕は割とその、まあ、例えば足利さん、想像してごらん。昔、 知り合った人で嘘をよくつく人がいたんですよその人は夜のお水をやってた人なんですよ<う>想像してごらんイマジンですねイマジン、はい、あの人がなんで嘘つくのかと、はい、最後まで嘘ついて誰だか想像できてないと思うんですけどはい、はい、想像しないでください、はいはい、<laughs> なんであの人が、はい ずっと嘘ついて最後に嘘の限界になって飛んでしまったのかというと、そもそも嘘をついてやりくりするっていう世界にいたから、そういう習慣がついていて、あのライティングとか喋るとかいう時に積極性が出せないわけですよ。過去の過去の嘘とそこがあったらどうしよう。これから先未来に付く嘘とそこが生じるかもしれないからめんどくさい。うわ恐ろしいなそういう感覚になるんだ。 で僕はそのうそのまあかかか,おかは関係ないです多分学習院ですね <laughs> えっと、はい、あのその人の嘘は僕はほぼ全部見抜いてたんですよお、うんうん、それだしその人は僕には本当のことを言うことも多かったんですよでやっぱりさっ何だろう すげえ言いづらくななってんな、えっと、だからその嘘も含めて表現しちゃえば結構面白いわけですよ。の、はい、キャラクターとしちゃう,っていう創作ファンタジーだからでん、うん、なこと言ったらさミッキーマウスだって嘘じゃないですかあれネズミじゃないですよ確かにって話だけどでもネズミなわけですよ、うん、魔法を使えるわけですよ、うん、プラス戦部ってなるわけですよ <laughs> ちょっと似てるちょっと似てる、ねうんうん、その嘘をどう織り込むかのところが難しくて、うんはい 天下できなかった。道を変えれなかったっていうことは？なんか想像しないでくださいね。あったのかもしれないなと。そこまで含めてビジョンを示すっていうようなことを。やっぱりいろんな人がいますから、僕もできなきゃいけないんだけど。結構文芸のセンスだよね。でしょうね。文芸って嘘ついていいから。 小説とか小説なんて嘘だらけじゃんだって一個も真実ないたまに原作があるやつもあるけどそれだってさ嘘ばっかりじゃないですか確かにでも作家さんに対してお前嘘ソつきそう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 だから結構僕嘘つけないから小説書けないんですよはい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 そこが僕のものすごいコンプレックス弱点なんだよねあ面白いだから嘘つきの才能がある人は小説とか上手かもしれないん。面白いなあと戦術レベルでは強いからサッカー監督なんか嘘つきでいいんですよ ああわ、うん、かるなるなほどだからね例えばですよ、うんえー、インタビューとかで「フォワードのなんとか選手結果が心配されていますけどコンディションいかがでしょうか?」って言ったら一瞬ゾキッとした顔をして「うん、まあ十分調整してやってくれるんじゃないかなと思ってます」みたいなことを、うん 言うじゃないですか。でも、実はコンディションキリッキリかもしれない。めちゃくちゃ治ってると。そうそうそう。だから監督の答弁は大体嘘なんですああ、確かに。あれももう駆け引きですね。森保監督のインタビュー知ってるでしょ。森保監督すごいですね。うん。今日は、苦しい戦いでしたけど、<laughs> なんとか勝利することができて、ファン、サポーター並びに、普段応援してくれる皆様のおかげで、本当に感謝しております、みたいな、同じことしか言わないです表情もほっとく変わらない。<laughs> そうそうそう。全く同じ、あの、なんか、<laughs> あの、 レ勝ったときはちょっと嬉しそうで負けたときはもう無表情あで負けたときもにやっていう感じのやつをちょっと入れてくんでたほぼ一緒なんですそれでなんかれるんですよねそそうう負けてんのに笑うなみたいなそうそうそうだけどそれは毎回同じことをするという嘘をついていて本当は思ってることいっぱいあるんですよでしょうねめちゃくちゃすごい人だから森保さんって だけど一切それを出さないっていうねタイプの嘘つきなんだよねだから嘘つきは向いてる職種ってのもあって僕は監督はできないんですああつい言っちゃう僕はもうあのいけってコーチタイプですねそうだねそうだねコーチならいいかもしれないねなるほどなそれでいうとだから堀口さんのあ嘘はやっぱレベルも低かったし うん、みんな即気づいてるから、はいうん、みんな分かってたんだよでもそういうふうにしちゃったんだねでそういう性質自体が悪ではないと思うんですよ確かに、ねうん、だからやっぱり、えー、反省するのと、うん、やっぱりいい嘘ってのもあるわけですよ確かにね幸せになる嘘あアシカさんのと唯一共通で好きな映画のインディペンデンスではないんですよ <laughs> はい、はい 大統領夫人がもうなんか怪我しちゃって寝寝込んでるわけですよ。で先生はなんて言ってたってだんだん大統領で聞くんですよ。すぐ良くなるってよ。ライヤ嘘つきって言って死んじゃうんだよね。そうそういう嘘もあるんですよ。嘘を優しさに使えば結構いい方に作っていけるし、僕が人を褒める時は確かにちょっと嘘も入ってるかもまあまあそうそれも嘘っていうか持ってる時とか。 いいいいじゃんいいじゃゃんんこの調子で行こうよとかねうんもうちょっと本当は頑張んなきゃいけないんだろうけどそうでいい,いい方向に使えば嘘はファンタジーであり夢になっていくわけですよねで自分のためだけに使うとか欲望のために使うとただの邪悪な弱い戦術になっていくわけですよはいなんまですね 逃げれないですよ歌舞伎町とかの高級キャバクラ行って景気よくシャンパン入れてる人に「すいませんお仕事は?」って聞いてみてください結構詐欺師多いんですそうなんですでなんか歌舞伎町ので飲み続けて十何年みたいな落ち着いた人がタクシーに乗ってきてその話をしたんですよ何やってるんですかねっったらみんなね23年でいなくなる景気いいやつほどいなくなるんですよ だかたぶんそれは嘘を使ってそこを上り詰めたりしてるわけですよ、うん、なるほどねねうん、そっかほんに嘘を使わずにしっかり事業やって成功した人はキャバクラでシャンパン入れないんだって、うん、ああでしょうねうん、嘘を使ってるっていうその心の疲労とか、うんうん、自分は嘘つきだっていうそのひがみ劣等感みたいなものが感謝されたよという気持ちにつながりキャバクラでシャンパンを入れるらしいんですよ、うんうんうん、ありがとうって言ってくれますもんねそう うわ深いなその心理っていうかねこれあれだよでも両学長が言ってたやつだよえっとまた名前が出てこないマネーメンが出てきてえっとねライオンのライオンの両学長何2回連続出てこないとことだよ僕はあのタクシー乗りながらコロナで暇だったんでああ言ってましたね両学長の YouTube とかフォーリエモンとかいろんな大河税理士とかねいろんなのきまくって起業したんでね 今そんなの聞いてないですけどいかんせんちょっとお金のある人向けなんですよ投資とかね資産防衛運用する人とか守るも何もじゃないですか守るまで確保してる守るものがないむしろマイナスなんだけどリベラルアーツ大学リベラルアーツ大学で言ってたかなちょっと僕のタクシーで学んだこととリベラルアーツ大学両方なんですけど すごいね嘘で戦うのは弱いんでそんな弱い戦術はせたほうがいいですよ。でひるがえって考え見るに暇まそらさんはそんな嘘ついてないんですよ。ザ・ノーガードなんですよ。寝とけ戦記とか見ればパラパラ見るだけとかでも分かるんですけどほぼほぼ全部割れてるからあの人ねプロフィールとか顔は出してないけどほぼほぼ全部のことが割れてるノーガード作戦なんですよ。だから強いんですよ。 彼は自分のついた嘘とあの整合性考えたり嘘が見破られるかもしれないというストレスを抱えないで済んでるんだよねうん、うん、全部言う確かにない,いつ言うかだけの話の、うん、カードを伏せてって出すかだけで、はい、カードを作らなくていいんだよなら嘘ってなんか言ったところ僕だから学校行ってない時期があって、うん、親が帰ってきて「あ今日学校は?」 行ったよって言った瞬間、もそこからもう恐怖ですよ、ずーっと、あ<ー>いつバレるかな、学校から電話ないかなとか、足利さんは絶対横領とかできないで、ね、す、もうね、もういいや、あの経験はもう、なんか1回さ、なんかあの余ったから揚げ1個みたいのさ、持って帰るときにさ、うん、これいただきますね、そうって、黙って持って帰れるのさ、いや、一応会社のもんなんで、こういうときか,から始まるんですよ、ね、そう,そうそうそう。<laughs> <laughs> アカさん最高の経理だと思うわ。というわけでですね、うんうん、まあ嘘をつく戦術は弱いので、うん、もし嘘をつく癖あるなと思ったら、はい、つかないだけでどんどん強くなれるから。なるほどな、うん。そう。コンプレックスもどんどん出した方がいいんですよ。確かに。隠すとうそだから、例えば僕は服装がダサいっていうのがずっとコンプレックスだったんですよ。あ、言ってましたね。そうで でも今はじじいだしさ「何きたって一緒だから」っていうふうに開き直ってるし服なんか一個も分かんないよと俺が知ってるのはクイックシルバーだけだとかねクイックシルバーってなんかあの昔中学生の時に「お前クイックシルバー知らねえだろ」ってヤンキーに煽られたこと全然かんない俺知ってるよっつったんで、ああ知ってる知ってる」っつって「野間坂みたいなやつでしょ」みたいなゲームだと思ったんでね なんだっけなシルバーサガーみたいなゲームがあったんですけど。うん、そしたら、ちげえ <laughs> こいつクイックシルバー知らないよつって。ね。そういうやつがいたんです。いじられたんです、ね、そ,うそうそう。いじられたっていうか、うん、まあ、まあ、ほぼいじめに近いぐらいの。うん、そうなんだ。あの、まあ、ヤンキー学校だからさ。ああ、まあね。うん。バイオレンスですから。うん、バイオレンス。<laughs> うちの学年は、最後の、三年、中学3年の2学期の終わりか、うん。 3学期の始まりかに、うん、学校で30人ぐらい喫煙してるの見つかってる <laughs> みんな内定取り消しになったりとかで<デ> <laughs> 僕らの世代ね同じぐらいじゃないですか、うん、大体俺はたばこ吸わなかったしはい、はい、そんなことはその学校で吸う意味もよく分かんないしうん確かになうちの、うん、僕も高校2年かなんかの時に3分の1か3分の2ぐらい低額でいなくなりましたもんね、うんうん <laughs> みんなの内定取り消しっていうそういう事案があるとこだったはいしょうもないですねそうですねというわけでねうあ堀口さんはだから嘘をやめて自分のコンプレックスがもしあるならばそこはオープンにしちゃって強みを見つけて伸ばすと。 努力したくなくて嘘をついて膨らませるっていうのはやっぱ一番自分に害を与えるものなのまあそうですね何言例えばそれこそ学歴詐称疑惑があってですね<ー>キ,ングキングス・カレッジ・オブ・ロンドン、はい、政治なんとか学みたいな、はい、あの名乗りをするわけですよ、はいね、だけどそれ嘘かもしれないですよひまそらさんがさっきベストしてるって言ったやつがあるんだけど、はい、それは なんか学歴を証明せよみたいなのも含まれてるみたいなことをちょっと聞いたことがあるんですけどこれはどう思いますか嘘だと思いますか本当だと思いますかっていうね僕らは言えない言ってるって言っんだからでまあ言ってないと思いますよただ入学したことはあるかもしれないはい休学と言われるとそうかもしれないし わかんない,です、ね、かんない人はわかんないんで暇、はい、空さんは裁判で対峙するとそれを言わないとできないような仕組みを、うん、多分別荘っていうかあの訴えの変更にしたんじゃないかなでも確かに嘘ついていたらそこに突っ込まれた時に切り札返さないですもんね、うん、そうなんだよ嘘じゃなければ、うん、いやいや本当だよってなん、うん、まあ証拠見せりゃいいんだけど、うんうん、確かにな、うん、そうですね あと、ジジイの昔持ってたってのは大体嘘です。まあ、それはもう基本、ああまあ、言わなきゃいけないぐらいのね、<laughs> みんなよく聞きますよね <laughs>。あと、女の子の最近モてないってのも嘘ですね。ああ、持ててるってことですか。持ててんだろ、そんなこと言われるやつ<ー>本当に持てないやつは言われもしないんだよ。う,うんうんうん、みたいなね。確かにね。まあなんかね。 お酒強いよも結構そう多かったり、うん。そうね。<laughs> 僕の,あのネットだけで仲良くて会ったことのない松本の、はいっつも酔っ払ってる女の子私、うん、お酒飲めないでこの前つぶやいあれ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 でも,もういいね押すしかないでも。<laughs> <laughs> うん。嘘はつくならば、うん、いや、嘘は全くつかないというよりは、うん いい方向に。つく。ねね、人のためにつく。うんうん、夢を膨らませるためにつく。うん、つき続けて真実になったときに、本当に素晴らしいことだよね。うん、う,んうん、うん。まあ。なるほどね。ブルーハーズにも嘘つきって歌ありましたね。最低と人に言われてってそれ,それは。ろくでなし、あ、これろくでなしだ <laughs> <laughs> 嘘つきは。100億もの嘘を。 48億のそれはハンマーハンマーもういいですはい嘘つきぜひ皆さん検索してみてくださいチャンネル登録ぜひねここまで聞いてですね皆さんいらっしゃるの知ってるんですよ最後まで聞いたけどチャンネル登録はいいやと判断してる方が1000人単位でいらっしゃいますいらっしゃる1000人どころじゃないです5000人ぐらいいると思います皆さんあの本当ねお願いしますよ チャンネル登録だけで、もう本当にもう、うちはあの、あれなんですよ。飢えた子供が8人いてですね。もうしゃ、借金取りがもうバン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 来てですね。もう米も買えなくて、もう、あれですよ。路上に落ちてるパンくずを拾って食べてるんですよ。パンくずなんだね。8人、8人と妻で。 でも本当にきつい状況で <laughs> 僕もね80日飯食ってないんですよ <laughs> もうツッコミどころ満載すぎるんだけどぜひ <laughs> ねチャンネル登録だけでいいんで <laughs> はい、はい、ねっお願いしたいですそうですね、はい、あとなんかうそに関する本を僕これやった後探しておいてくんで、うん、概要欄貼っとくんではい あ、そっかと。嘘つきとか、うん、そういうことのね、心理学的に、こういう本出てるんだっていうのがね、うんはい、あのぜひ興味あったらクリックしていただいてね。<laughs> はい、お願いします。そういうのが理想ですけど。<laughs> はいチャンネル登録をしてほしいというこの気持ちだけは嘘じゃないです。そうですね。はいぜひよろしくお願いいたします <laughs> お願いします。本当にお願いいたします。それではまたね、お会いしましょう。ありがとうございました。